ち堂様、日本のお昼の顔、山城慎吾、日比谷より愛を込めて我らが慎吾の登場です。どうも、こんにちは。山城でございます。この間ね、11月の3日の日でしたが、僕が新幹線に乗っておりまして、番組終わった後ちょっと福井の方に公演に行きまして、新幹線の中に田畑芳雄さんにお会いしたんです。そしたら、ああちょうどよかったって、山田さん、あなたに会ったらこう人づてにこれを渡そうと思ってって一本のカセットをいただいたんです。まあ、それは10月の終わり頃に吹き込まれた、懐かしの日本の歌というか、唱歌童謡、いろんなものを、あの田畑さんの長い歴史の中 の田畑さん独特のあの声で懐かしい歌がいっぱい入っておりました。それを僕、あの列車の中で、列車っていうのか電車っていうのかな、新幹線、イヤホンで聞いてたんですけどね、東京へ着くまで涙が出て、ああこの感動を皆様にお伝えしたいなと。田畑さんにぜひこう童謡、唱歌、心の歌を歌っていただきたいな。田畑さんっていうのは本当に貧乏されて苦労されてこられた方なんです。大正8年生まれと言いますから、指折り数えてください、今120歳ですよ。すごい方なんですけれど、それから、今週から始めましたクイズですね、バラの花を箱で届けようというの、今日のクイズはいいですか、こんな風に皆さんのおはがきに書いていただいてますね。月曜日、今日は木曜日です。1872年の12月3日、いいですか、太陽暦が採用されました。では映画「太陽がいっぱい」という作品で主演したフランスの人気俳優は誰でしょうかというのはクイズです。皆さんも、会場の皆さんもメモしておいてください。いいですか。みんな手挙げ、みんな手挙げ。私分かりません。東さんはお分かりにならないそうでございますけれどもね。太陽がいっぱいで、主演した人気俳優は誰でしょうかということですね。大変日本でも人気があって、コマーシャルなんかいろいろ、セドリコンネネマデマデなんとか言ってありましたね。はい、藤間奈美さんでございます。こんにちは。あれ不思議ですね、前にあの田畑さんの帰り船を安さんと田畑さんと3人で歌った時に、会場の皆さんからこの涙が、そういう内容の歌じゃないんですけど、なんか我々のこう心を揺さぶるソウルフルなものが田畑さんの歌声の中にあるんでしょうね。あとで3人男がね、それぞれある人生を経てきた男3人が歌ってるっていうのは、なんか良かった。ちょっと吠えてるのはちょっと哀愁があったわね。哀愁、というわけでですね、本当もう日頃偉そうに言ってても田畑さんの歌声には弱いというのが藤間奈美さん、そして小沢良子さんです。須藤和美さんにも来ていただいております。こんにちは。僕は和美の童謡を聴いてる時のリアクションがポーンといく時がすごい好きなんで、少女のような目になって、ね、滝下夢二の絵みたいになっちゃうんですけれどもね。そして野際陽子さんでございます。野際さんも童謡や唱歌っていうのはどっか心揺さぶられちゃうでしょ。もうね、私ほら童謡歌手だった時代が。そうなんですよね。全然売れない童謡歌手でした。どんなお歌になってたんですか。だからとっても変な童謡で、どんなんですか。例えば、笑い薬があったとさ、お寺のお師さんが飲んだらば、木魚叩いては母の歯っていうような漫画童謡っていう、こういう歴史がある。何枚だは母の歯っていうような。ねえ、ご存知でした、野際さんが童謡歌手。明日のクイズの問題出してやろうかな。元童謡歌手だって、今千葉真一の女房になってるのは、誰だろう。大変そのおじさん、週刊誌が動いちゃって、動いちゃって、誰だろうっていうことで、東八郎さんでございます。今日は時間がありましたら東さんにも歌っていただきます。東さんは何を隠そう、ね、あのオペラの田谷力蔵さんのお弟子さんだったんです。なんでオペラの中に入ったの。いや、やっぱり好きで行ったんだけど、先生が、お前のその顔とその声では、ちょっとオペラは無理じゃないのって。やはり浅草オペラ、華やかなりし頃ステージを見てて憧れて、オペラを歌いたいと思って、まで行かないんですけどね、本当に。まあ、
先生はすぐ見抜いたかったよね。なるほどね。真奈さんもちょっと体も大きければオペラやれたいいですね。体重だけはオペラかしら、うん、でということは東さんの歴史の中にペラゴロの末期の方でございますよ、一番最後でいいですからね。いいですね、オペラ。東さんのオペラを志した声で童謡を歌っていただきたいと思います。さあ、そしてからピアノの木村博樹さんにご協力いただきました。そして田畑芳雄さんをお迎えしましょう。どうぞ。これはどうも新幹線です。いや感動しました僕ね、あのカセット、それもあの山城慎吾さんって書いて、初めからどっかの経過して経由して僕に渡していただこうと思って、あの作っていただいたのは偶然お会いしたんですよね。ねえ、びっくりした。びっくりしました。通路でばったり会っちゃって、あの時はこうなんて言いますか、あの、こう巡業列車というのがね、そうですね、藤島武夫さんも乗りになってましたし、ね、そういう偶然の機会で僕退屈してた新幹線の中を田畑さんの歌を両面聴いてて、本当にいろんな歌、砂山であるとか、真白き藤の音であるとか、その中から抜粋して。田畑さんのあの独特のビブラートで童謡唱歌歌われ、あの時おっしゃったじゃありませんか、藤原美さんもこれ聞いたらびっくりしますね、男も子供もいらいますね。田畑さんおっしゃってました、ね、この歌い方はね、演歌でもなく、オペラでもなし、中間を、ね、歌ったわけです。中間を歌ったというわけですね。田畑さん、昔を思い出されます。本当に今でこそこうなり成し遂げられましたけれども、三重県は松坂の方で大変ご苦労をなさる10人兄弟の9番目です。上のお姉さん方はみんな暮らしの貧しさから芸者に売られていかれたという歴史もございます。そういう肉親との別れもあります。その時の節々の思い出の歌もあります。いろいろ歌っていただきましょう。今日はたっぷり田畑芳雄です。コマーシャル。今日は一つ田畑芳雄さんの人生を追ってみようと思います。そういう追い続ける人生であればこそ歌の深みもあると思います。田畑芳雄、大正8年1月1日生まれ、おめでたい日です。三重県松阪市で10人兄弟の9番目として誕生されました。貧しいながらも両親の愛情を一身に受けて育ちました。しかしそれも束の間の3年、お父様は帰らぬ人となります。一家の大黒柱を失い、頼った先は大阪の兄さんの家でした。ところがその兄さんも事業に失敗、残った家族が生きるための方法は一つしかありませんでした。それは5人の姉さんを芸者に売ること。今でも田畑さんは売られていくお姉さんの一人一人の笑顔を覚えているそうです。思い出すのは売られていったお姉さんたちの言葉、頑張るんよよっちゃん、頑張るんよよっちゃん。今もその言葉耳から離れません。今再びその言葉を思い出して歌ってください。お姉さんがよく口ずさんでいたあの歌、カチューシャの歌です。カチューシャかわいい別れの翼、せめて田畑さんのカチューシャの歌、いかがでした？はい、お姉様とお会いしたんですか、その後。その後どうです、そのお姉様にはお会いになったんですか？
待ってます、うん、そうですか、まだあのご健在ですか。え、一人だけ。あ、そうですか。一人だけというわけですね。田畑さんも昔のお姉様のことを思い出されて、涙ぐまれたりなんかされて、なんかちょっと非常に臭い構成で僕自身も照れくさいんですが、いや、昔だったら想像つきますもんね、うん、想像つきます。昔はそうい こう時代だったんですよね。田畑さんどうぞお座りになってくださいませ、はい、ね、それからあの皆さんあのご存知だと思いますけれども、知ってる人はご存知だと思います。田畑さんはあの目が悪くて、それも小さい時に、お金がなくて治療ができなかったために、以来ずっとための方がご不自由な人生を歩まなきゃならない、それも貧しさゆえのことだった、そういうものも全て克服して今日ずっと絶えず現役で、僕田畑さんのことで一番やっぱり田畑さんの不安であることの要素としては、昭和13年、デビューされたと、僕生まれた年なんですよ。生まれた年にね、田畑さんがデビューされて、そして49年間、もう現役のパリパリとして、ヒット曲を絶えず飛ばして帰り船であるとか、ね、我々を感動させていただけるっていうのが、それが嬉しいです。で新幹線の中でもね、お若くて、いやなんて中に元童謡歌手いかがですか、カチューシャの歌、本当にしみじみと、しみじみとね、歌ってらっしゃる、またお顔がすごく、東さんどうですか、カチューシャの歌なんか。いや僕なんかね、あの、なんかこう雪が降ってるのがなんかずっとこうね浮かんでくるような感じがしましたね、で、あのなんかブランコがこっと出てきてね、はあ、なんかそんな感じがしたきて、歌が少なかったせいか、山城さん、あの頃の歌って一つ一つなんか歌う人や聴く人がそれぞれの思い込みたいな気がしない、ね、私も父親がね、なんかもう酔い泣きしながら歌ったのを思い出してね、今思わずちょっとほろっときちゃったんだけど、まだまだほろっとくる歌がいっぱい今日は田畑さん用意してありますね。田畑さん自身がさっきのはお姉さんなんかが歌って聴かせてくれたこと、やっぱり歌ってのは歴史があるし、その一曲歌った中で今東さんがおっしゃったようにそういう背景が浮かんできたり、今日会場の中でもカチューシャ聞いていただけてもお泣きになってる方いらっしゃったりするけど、皆さんの人生をねダブってくるんでしょうね。ちょっとコマーシャルです。再び田畑さんの人生をナレーションで綴りましょう。貧しい田畑さんの少年時代の楽しみといえば、食事の時おかゆのおかずに出された紅生姜、彼にとっては最高のご馳走でした。田畑少年が小学校に通うようになっても学校に弁当を持って行けず、昼休みは校庭で一人で遊んでいたそうです。その学校もわずか3年通っただけでやめなくちゃなりませんでした。遊びたい盛りの10代の田畑少年でも、家族のことを考えれば働きに出なければなりませんでした。名古屋の薬屋さんへのでっち奉公、本当は辛いはずのでっち生活も、田畑少年には嬉しいことばっかりでした。店の家族が食べた後の残り物の食事でも白いご飯が食べられるんです。しかしまだ14の少年にはでっち奉公は辛く厳しいものでした。ついにたまらず夜逃げ、やがてお菓子屋にまた奉公、15歳という若さにもかかわらず手先が器用なので職場の主任になりました。そして店の主人の歌好きの影響を受け、田畑少年も歌を始めました。いよいよ田畑芳雄の歌謡人生の始まりです。あの頃よく口ずさんだ歌お願いしましょう。真白き富士の音です。真白き富士の音、緑の江の島、青い海を今は何が帰らぬ住人の惜しみたまに捧げます。
でした皆さん。いや今こうプロのどうぞ田畑さんお座りください、長年プロでやってこられた田畑さんが母の胸にというところで思わず絶句されました、東さんも目に涙が光っておりましたけれども本当に自分の幼い頃の暮らしがよぎったんでしょうね、うん、僕母の胸にで田畑さんが絶句された姿初めて見ましたけれども、白木富士野で富士さんいかがですか、もう本当に私もちょっと、子供私たちが母の胸にって言って絶句してくれる時があるのかしらね反省しましょうね反省しましょうね。だから飛行機事故でご家族を亡くした方なんかの心境ってみんなこういうことなんでしょうね、絶対そうだと思う、僕なんかやっぱり一人っ子でしょ、で母親に育てられたもんですからね、未だに母親のことを思うとやっぱり、お戦地になりますね、田畑さん特にいろいろお歌いになってる中でこの白木富士の音が愛唱歌だっておっしゃってましたね、好きですねこの歌ね、何が好きですかこの歌の、まずもう死んだった、メロディが止まらないですね、本当に心身ともに健康で生きてるだけで親孝行なのね、本当にそう思う、そう思いますよ、さっきのやっぱりあの母の胸の時にやっぱり母がこう去来してきて思わずおつまりになっちゃったんですか、そうですか、かずみちゃんどうですかね、小さい時にね、夜寝る時とかこう考えて、自分が一番世の中で怖いことっていうのはやっぱ自分の両親に死なれることが一番怖いことでね、それさえなくなったらもうこの世の中に怖いもんなくなるだろうなと思ってて、でそう思いながらも今こうやって大きくなってみると、やっぱりこうだんだん親が子供みたいにこう見えてくる時もあって、すごく可愛いなって思うんだけども、小さい時みたいにまた親に甘えてみたいなと思っても、なんかこう素直に甘えられないみたいなとこあるでしょ、なんか田畑先生の歌聞いてるとなんかお父さんみたいでね、なんかすごいもっともこう素直に、この間僕は非常に反省してるんだけど、娘がパパちょっと相談があるんだって時に、ちょっと忙しくしてる時だから明日じゃまずいのかって言ったら、うん、いいんだけどさっていなくなっちゃった、部屋が出て行ったんだけど、明日じゃまずいのかって時に、あと追っかけたらもう友達と会いに出かけちゃったんだけど、明日じゃまずいのかって心ない言葉だったなと思って、そんな忙しさなんて全部ほっぽってでもその話何だったの、その後言わないんだけれど、明日でもいいのかって、うんいいのよなんて言ってたけれど、あれはひょっとしたら、子供の中にどっか傷跡残したんじゃないかなと思う、お金貸してってそれなら安心なんですけど、僕だってないことはないんですでも素直に明日じゃダメなのっていうのがなんか恥ずかしいんですよね、だと思うね、そういう娘心もう少し理解すればよかったなと思ってますけど、ちょっとコマーシャルです。僕は東八郎さんの温かさが大好きなんです、もうこの業界の中の先輩ですけれども、いつも番組出ていただいたりお芝居を一緒にしていただいたり、この温かさっていうのは何か盗みたいなと思う方です。東さんにも歌っていただきましょう、なんつったってタイヤ力蔵仕込みですから。東八郎本名飛騨義一、昭和11年5月31日なぜか宮内庁に勤める父と小料理屋や喫茶店を一人で経営する母の一人っ子として生まれます。子供時代から芝居好きでした。義一少年中学を卒業してオペラの田谷力蔵さんに押しかけ入門、フランス座トリオスカイラインと浅草コメディ人生32年、東八郎さんに歌っていただきましょう。先生に叱られた思い出の曲、七夕様です。サラサラの木場に揺れるお星様キラキラ、金銀綱を五色の短冊、私が書いたお星様キラキラ、空から見てる。子守歌みたい。本当にあったかい感じ。お父さんの子守歌。まあ田谷先生がオペラやめろと言われた部分もわかるような。いやこれはね、学校の先生に叱られた。そうですか。本当ね、
ササの葉サラサラってのはね、うん、いつも拳が効いちゃってね、うん、そうですね、ササの葉サラサラって言うんだよ、うん、お前なんで俺をバカにしてんのかって、ね、あ、今のはでもすごく素直にね、うん、だからその叱られたのが残ってるんですね、だからできるだけ素直に歌おうと、うん、いかがでしたと、ごっこでこんなことしてたらね眠っちゃいそうねそうですね、東さんの人の良さが出ております。ね、皆さんどうですか。僕はあの子供の非行っていうのは親がこう童謡とか童話を読んであげないからだとかっていうようなことで無理やり番組を前に作ったことがあるんですけれども、子供の頃に親が歌を歌ってくれたとか童謡を読んでくれたっていうのは、あの童話を読んでくれたっていうのはかなり大きくなってから、僕は49の僕でも母のこのフレーズをずっと覚えてますよ。福井県の若狭の人だったから、この若狭なまりで母親が読んでた文章を未だにこの中に覚えてますけれどもね、うん、今からでも遅くありません。できるだけ子供には本を読んであげたり、下手な歌でいいんです、歌ってあげてください。4曲目また田畑さんに参りましょう。16歳になった田畑少年の生活は毎日が歌歌歌でした。鉄工所で働く間の休み時間、お母さんが寝た夜中にそっと外に出て練習したものでした。よく歌の練習に通ったのが家から自転車で一里の庄内川の土手です。不良になるからやめておくれというお母さんの言葉も聞かず、雨の日も風の日も50日間歌の練習を続けました。人真似じゃダメだ、自分の歌を作るんだ、その思いで作り上げたのがあの田畑節だったのです。そして昭和13年名古屋で開かれたのど自慢、なんと1500人の中から優勝しました。今に見て結果れ、絶対に歌手になるんだ。そして飛び乗った東京行きの鈍行列車。しかし夢と希望に膨らんだ旅の途中、暗い夜汽車の窓にいつの間にか映るのはすぐ戻ると嘘をついてきたお母さんの姿でした。ごめんよお母さん、お母さんが大好きでだった砂山を今詫びる気持ちを込めて田畑さん歌ってくれます。変なことを言うようですけれどね、今日ね小沢さんもものすごく、いや今日っては言い方おかしいけどすごく綺麗に映ってるし、まなみさんもすごい綺麗に、野際さんもじゃあ心洗われたの、洗われたのじゃあ毎日あのタバタさんにタバタさんがね、でも時々田畑さんもねこういうもう感動して私なんか泣いちゃうでしょ帰り船、そうするとね楽屋で泣かしたろかなんていうのひどいでしょ、見え張ってるんですよあのあれなんか今日は口説いて帰るとかっていう、そうなの、ね、うん、
偉そうなこと言ってる間に今日は会場にお嬢ちゃんも坊ちゃんも今日パパの歌を聴きに見えてるんです。まあ、失礼しました、うん、いいんですよ冗談はね、うん、でもいつもこういうせがれなんか田畑さんの歌ってると帰り船の顔そっくりじゃありませんか。田畑さんのお子さん、ね、そうなんですよ、まあ、お小さいのね、うん、かわいいこと、まあ、いろいろ紆余曲折ございますから、うん、でも お歌いになることあるんですか田畑さん、こういうこの手の歌を普段。歌います、うちで。あ、お家で。本当に歌に聞かせてやったりします。歌って聞かせて。まあいいお父さん。舞台でもやってますよ、ね、お嬢ちゃんも美人、うん、美人美人、ね、帰り船大トネ好きよだけじゃないんですよこういう。そして歌ってるあれですね、ゆきさんの本当にこう鈴を転がしたみたいな歌声もなんか洗い清められる。しかし田畑さんの場合ね、えさっき僕が大正8年って言ったら志保ちゃんあれは昭和8年だって嘘つき男でございますけれど、そういう長い歳月を経たそんなとこくぐり抜けて、ね、くぐり抜けた紆余曲折あったその人生が、ね、声のひだになって、ね、浸透してるような感じがいたします。一人一人歌う人によって随分違うんですね。違います、だから歌はそうだと思いますよ、うん、その人の解釈、その人の声、その人の人生が伝わってくるんだと思いますけどね、うん、月曜日だったかしら、はい、ほら A さんと江守さんの方に、はい、正しい日本語なんかないんだってみんなでこう、うん、よく使えばいいんだっておっしゃってたけど、うん、歌も正しい歌い方じゃないみたいね。いや歌は正しい歌い方、田畑さんいかがでしょう。その正しい歌い方っていかに相手の心を打つかという、あとね、うん、歌をね、うまいとか下手とか、うん、測る測りはないんですよ、うん、3人でもいいんですよ、うん、その人の心の糸に触れるような歌い方、うん、もう気持ちしかないです、うん、声や節回しじゃないんですね、うん、ですから調子の悪い時もありますけどもね、それでも訴えなきゃいけないんですよ、うん、2分2コラスだったら2分ですね、うん、2分の勝負なんです、うん、私らの世界は、ひどい音痴だからすごい自信持った朝の、ね、2分間1本勝負というのが歌手の世界です、まあ、この、テレビやラジオにおける時間ですよ、うん、本当は時間がたっぷりあってフルコーラス歌っていただくのは作詞家の方はね不本意だと思いますよ。だいたい歌番組っていうのは2コーラスでしょ、だいたい3コーラスあったらその詩のドラマの展開っていうのは3コーラスで起承転結をお書きになってるのに1コーラスや2コーラスでやめちゃうわけでしょ。あれ非常にもっと時間たっぷり歌っていただきたいような感じがいたしますけれども、だから、うん、もししたら2コーラスだけで詩を作っちゃうとかね、うんうん、それで転結ができるように1コーラスだけで作っちゃう。小指の思い出歌ったら江守さんがおいおい泣いたじゃない、感動させたんだよ。あれは江守さんだからよ、あの人はいつどこで泣くか分かんないんだから江守陽子さん小指の思い出歌ったらおい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 泣いてそして秋竹城を枕に寝ちゃったんです寝ながら泣きながらなんて言いながら僕お腹すいたおにぎりなんて、うん、そうそう、まあ、いろんな方いらっしゃいますけどあの人表示に物言っちゃいけません。さあもう極めつけです、この歌聞きますと映画の中でも使われました、映画生きるの中でも使われる、うん、昭和14年6月のデビュー曲島の船歌が大ヒットいたしました。続いてあれをご覧とね、おなじみの大トネ月夜も大ヒット、子供の頃とは打って変わって幸運続き、戦後も昭和21年の帰り船、そしてずんどこ節、親子船歌、島育ち、十九の春、そして今一番の楽しみは小学校3年生になる娘さん、芸能界で花咲かせようと特訓中なんです。来年9月芸能生活50周年を迎える田畑芳雄、彼をここまでにしたのは貧しくも苦しかった子供の頃の生活、そしてそこから生まれた彼の心情、今に見てけっかれ、今その思いも新たに歌ってください。ゴンドラの歌です。赤き唇を
でした皆さん。まあ田畑さんのこういったジャンルの歌をお聞きになるのは珍しいんじゃないかと思いますけど、僕もね帰り船であるとか大舟好きをいまだにこう口ずさんで腹を返したまた慎吾ちゃん帰り船かって言われるぐらいこれを歌うんですけれども、田畑さんにカセットをいただいた時に本当にこう新鮮な感動で胸を打ちました。皆さん感想いかがですか。皆さんいかがです。あの本当にね、もう素晴らしいの一言なんですけど、でも、私たちの世代がね、こうしてみんな共通の歌を持ってて、同じ歌でみんながそれぞれの思いで感動できるっていうのはすごくいい、いいなと思うね。今の若い人たちにそういうのが年取った時にあるかな、まあそれなりにあるのかもしれないけど、みんな知ってますもんね。カチューシャにしたってこのゴンドラの歌決して泣かそうっていう詩じゃないんですよね、でも皆さんが同じ体験をしてきた同じ歌で触れ合って生きてきたっていうことだけで連帯感で思わず泣けてしまったり、ね、山城さん参ったと思うのはね、こう田畑さんみたいなああいう歌聞いてるとね、男は大事にしようって気に本気になっちゃう変な話だよつまりいろんなことをしょっててね、男は全く気しかない女の邪魔ばかりしてていつも言う方だけれども、それはそれとして見てるとね、はあ、大事にしてあげたいなって思う。男って大変だね。昭和33年の私の父52歳で死んだんだけども、うちも54歳で死んだの。本当になんかあの父親が茶の間でね私死ななきゃなんだけどお酒飲みながらこのゴンドラの歌なんか歌ってね、思わずこう杯に涙を落としてる姿を思い出したのね。そうするとやっぱり本当にあなたの言うとる男の人って口には出せないけど大変なことがいっぱいあるなと思う。田畑さんね、まなみちゃんはね、今度一回また今度おいでになった時は帰り船歌ってあげてください、はいはい、この人帰り船歌うことなぜか条件反射みたいになる人な。帰りって言ったらもう泣くそれにほらお子様、小さいお子様へ、割と小さいお子様をお連れになってた、もう何にも申し上げませんけど、お幸せに頑張って歌ってくださいよ。そしてあのしかしお嬢ちゃんは、お嬢ちゃん芸能界にあの入りたいというのはよく分かるな。このパパの歌を聴きながら冷静にこやかに笑いながら、ね、パパの出演ぶりをご覧になさ、お利口さんの顔してね。それと僕今日何より嬉しいのはね、田畑さんの出演もさることながら、この亡女たちがこの歌を聴いてる間に涙ぐんだり、ね、昔の回想にふけったり、本当に綺麗に見えた頃、あの大丈夫かなと思うこの亡女たちが より綺麗にそして素敵に見えたことが本当に北川さんに出ていただいた。男次第なのよ。男次第、女は男、女は輝くの男次第なのよ。田畑さん、女は輝くのは男次第だ。あ、それは言えますよ。普段どうですよ。僕の家内は輝いてますよ。あなたは自ら輝いてる。そんなこと言ってないでしょ今。そうです、ね、でもますます本当に優しい、うん、いやこれはもう変な今日はなんかお世辞ばっかり言うですけれども、皆さんいかがですか。東さんっていうのは不思議な人でしょ、どんな番組でどんなテーマの時にいても邪魔にならずにあったかくなんとなく輝いてほか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 してドンとポッチみたいな方です、ね、信じられない。今週の週刊プレゼントはジュール西村の真珠のネックレスを5名の方に金曜日の消印まで有効でございます。明日は一つまた過激にやりましょう、ね、金曜名物出来事ズバリ切り、エモヤンも来ます、前竹さんもいます、ね、江本武則 VS、安曽ちゃんもまた土屋さんの話するんじゃありませんか。田畑さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。またよろしく。